Every time I try to make myself get back up on my feet, all I ever think about is this. All the tiring time between and now, trying to put my trust in you just takes so much out of me. ありません。俺はそんなノリには絶対染まりませんから。分かってくるとも俺のパンツ断固拒否します。なんでお前にそこまで言われなきゃならんのだ。大学進学を機におじさんの家に居候することになり、わっかー、はい、わかりました。ああ、どうも。いるかねー。じゃあ声出しましょうか。俺に続いてください。死ねー。そうか、上げて俺のゴリッパ様をお披露目したいな。次行きますよ。はメイチュ。つまり戦場ムクロの死はあなたが一方的に仕組んだ裏切り行為。胸をナイフで一突きされている。勘違い。これで3回目のタイムリミット。3人目の犠牲者が出たはずよ。それを探しに行くわ。そう、友達。私たちはすでに2年間を共に過ごしたクラスメートだった。ゴズさんよ、襲撃者による2人目の犠牲者。そうだと思ったわ。みんな待っているわよ、学園長。 Come on, let's dance! Hurry up! 今なら間に合う。飛んでいって抱きしめてやれ。 Get chance in love! Amazing baby! Wow!I'll be back. One, two, here we go, let's dance. 今のやつ、俺のように踊れない。 Don't let me cry. Easy come, easy go. I kiss you. Scrambled it, troubled down. Whoa, dancing in the shadow. I kiss you. The candy. Goodbye. Knocking on heaven's door. It's my turn. Huh? Get chance and luck.私たちの仲間になる決心はついた。普段は多くの部下を引き連れており、一人になることは稀だ。まあとにかく今日は仲間を紹介してやる。その剣の腕は犯罪者たちからも恐れられている。あんた殺しの素質あると思うよ。じゃあ、え、指2本もらおうか。次は美少女だから期待しろって。ほら、あそこにいる。かわいいだろ。商人のガマルをやるのは容易だ。ここは訓練所という名のストレス発散所だ。で、あそこにいるミル。よくもやったな、この野郎。その分楽に死ねると思うんだよ。ふぅ、奇襲でもらった一発が効いた効いた。やべ、一撃で倒しちゃった。当然です、これは片手斧なのだから。誰が決めた。ようこそ麗しき暴食亭へ。誰が決めた。いらっしゃい。当然のことです、ジンブリッタ。おかげさまでいつもカンコドリが鳴いてますけど。それがどうしました。あれ、あなたどこかで頬の傷の具合。我の攻撃が通用しない、その意見だけには賛成ですよ。プライドフレ クルーエルさん、決めるのは我だ。死ね。それがこの私、傲慢の妻、ライオン神のエスカノール。私はどこにいるんだろう、どこに行こうとしてるんだろう。とんでもないです。ついでに肉も募集した。職業はアサシン、レベルは90。じゃあデカツグニャンタロウ氏、あの戦いぶり敬服しました。そうなんだ。当たり前だ、バカツグ。みんなの思い、そうだ、雪ではないのだな。つかめた気がする。主君、失礼な人に膝切りを入れておいた。だからやるべきことがある、やらなければならないことがある。改めて自己紹介を。暁と言います。職業はアサシン、レベルは90。わかればいいのよ。ま、合格にしてあげる。
深夜枠で中盤の1話にだけ登場する役なんだけどね。キスシーンもあるんだから。じゃあもう一回する？目を閉じて。何も知らないくせに。1ヶ月間同じこと言われてると何も感じなくなる。そうね。それで今エロいこと考えてるでしょ。そうね。年下の男の子にエッチな妄想をされるくらい。なんでもない。入れないわよ、一人暮らしだし。本当にされると思ったんだ。言っておくけど私じゃないから。キスシーンがあるのは主演の子。久しぶりだね。もう少し嬉しそうな顔しない？マーロンだ。次間違えたら殺すよ。どうするこの空気だから。無理すんなって、はい、来るよこのタヌキネイリ野郎が。これで終わりだよ。じゃあもっと言っても大丈夫ってことだね。これでクリリンの1000万。ここまでか。すまないクリリン。どうしてだ。自分で考えろ。わかりました。倉田梢に電話してください。デートです。二人とも元気が出てきたみたいですね。猫は人を癒してくれます。きっと怒りも静まります。そうですね。一緒に体を動かせば仲良くなれる。それがスポーツです。倉田梢、なぜ日本にいる？伊吹さん、1対1お願いします。二人とも元気が出てきたみたいですね。倉田梢に電話してください。そうですね。一緒に体を動かせば仲良くなれる。わしの負けじゃ。真剣勝負ならどうなっていたか。どうじゃ、この機会に武術の良さを知ってもらおうと思ってな。おお、これは竜殺しじゃな。どう、道場に通ってみたくなったじゃろ。あ、そう。残り物のキャベツ一つで武の心得を解いてしまうとは。隕石を押し返しているようにも見えるぞ。あ、いや、気のせいだった。こやつ。それなら、これは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種、一般的にそうじゃ。